中学受験のリスタート、たかしです。今日は一問解説、東京都市大学附属の問題を持ってきました。教材は概要欄に貼り付けてあります。使ってみてください。じゃあ、始めるよ。こんな問題です。面積が500平方センチの長方形があると。これを AB を中心にして1回転させてできる立体の側面積を出してくださいっていうことです。ただし、円周率は 3.14。じゃあまず AB を中心に1回転させるんだよね。できる立体はもちろん、そう、円柱っていうことになります。で、この円柱の側面積だから、この部分の面積を出してくださいっていうことです。そうすると、柱体の側面積はっていうと、ちょきちょきちょきって切って、ベロンと広げると、長方形になるんだよね。で、この長方形の縦の長さは、柱の高さです。で、横の長さっていうのは、底面の周になります。つまり、これ円柱だから、この赤の長さは、円の円周になるわけ。じゃあ、この底面の周、円周っていうのは、半径の2倍に円周率をかけたものになります。つまり直径かけ 3.14 だ。すると、この長方形の面積を出せばいいんだけども、半径かけ2かけ 3.14 かける高さっていうことになります。さあ、ここでもう分かったかな？そう。この半径かけ高さの部分なんだけどね。これそれぞれ出さなくてもいいんだよ。なんでかっていうと、半径ってここのことでしょ。高さってここのことでしょ。つまり、半径かけ高さっていうのが、そのまま長方形の面積になってるじゃん。つまり、この側面積っていうのは、500×2×3.14。これで終わり。3140っていうことになるわけだ。では今日はこれで終わりにします。ありがとうございました。